ゲオールギ・ディミトロフは、ブルガリアの政治家。ブルガリア人民共和国の閣僚評議会議長、コミンテルン書記長、ブルガリア共産党書記長を務めた。ディミトロフとスターリン少年時代に食事校となり、1901年、印刷工労働組合の書記に選任された。1902年、ブルガリア労働者社会民主党に入党、同党の分裂後、同党左派に加わり、中央委員。 1918年、政府の戦争政策に反対して運動し、投獄された。1921年、コミンテルン第3回大会に出席。1923年、ブルガリアの9月放棄の指導に参加したが失敗し、国外亡命。欠席裁判で死刑判決を受ける。亡命中、ブルガリア共産党中央。 委員会国外事務局委員として活動したが、1933年、ベルリンで発生したドイツ国会議事堂放火事件に関与した容疑で逮捕される。裁判で検察を論破し、翌年、無罪釈放された。1935年、コミンテルン書記長となる。1935年、コミンテルン第7回大会で、反ファシズム統一戦線戦術を提起し、採択された。 しかしその後、独祖不可侵条約定決により、スターリンの指示で、反ファシズム統一戦線戦,戦術は棚上げされた。1945年、第二次世界大戦終結後、ブルガリアに帰国し首相となったが、1949年、療養先のモスクワ近郊で死去した。遺体は保存処理され、ソフィアのゲオルギ・ディミトロフレイ病に埋葬されたが、1990年に、 ブルガリア共産党のゲアに伴いソフィアの中央墓地に埋葬され、霊廟も1999年に撤去された。また、2000年にはディミトロフが1933年からボスル直前まで記していた日記が発見され、ザ・ダイアリー・オブ・ゲオルギー・ディミトロフと題して、各国語に翻訳して出版され、当時のコミンテルンの内情を記した貴重な資料となった。 ありがとうございます。